はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。5時をちょいと回りました。2月は17日の土曜日でございますね。だんだん冷えてきましたね。千代田区12度でこの部屋は18度ですね。もうちょっと温度が下がったら暖房でしょうか。5時10分ちょい回りました。行きましょう。ニューズウィークでございます。これ昨日の24時23分に出た記事ですね。米メディアのインタビュー中、プーチン大統領の足にまたもや現れた異変、何が起きているんだというタイトルでして、英語のタイトルが出るんですけど、もうちょっとだけ単純ですね。プーチンスポットと using hand to put leg in place during Tucker interview っていう、タッカーのインタビューの間にですね、手でですね、足をですね、プッと押さえていたというような感じですね。でこれ動画を見たんですけど、やっぱりそうですね、足がですね、こう自然にヒュッとこうつま先が上がってしまうんですね。それを自分でこう足、膝のあたりをですね、トントンと叩いてですね、そう下ろすという動作を2回してました。短い間に。つまりですね、自分の足が言うことを聞かないから手を添えて言うことを聞かせているということですね。これは何やというと、パーキン装備をちゃうんかという説が出ていますね。ほんで、あと写真を見ていますとですね、妙に頬がここはですね、こう膨らんでいます。何かむくんでいるという感じに見えますね。本文ちょっと読みましょうか。ロシアのウラジーミル・プーチン大統領が2月6日、モスクワで米フォックスニュースの看板アンカーだったタッカー・カールソンのインタビューを受けたことが話題になっている。だがこの時カメラに捉えられていたプーチンの不自然な動きにも注目が集まっている。インタビュー映像にはプーチンの足が意思に反して動いてしまい、それを手で押さえつけているように見えるシーンがあったということでですね、ある人物はツイッターに変な感じ、彼は自分を意識しすぎているように見えると投稿。他にもプーチンの片方の足が制御不能になっている。何が起きているんだ。プーチンは足の動きを止めるために足に手を添えなければならなかった。といったコメントが次々と寄せられた。さらに別の人物は、誰かプーチンの足に気づいた？クエスチョン。手で押さえつけないと足は上がってきてしまうの。私は医療の専門家じゃなくて知識が少ないから、これが何を意味しているのかはわからないけどと書き込んだと。確かに変ですよ。これ貼っときますんでね、1ページ目を。そこからですね、動画の方に行けるんでですね、まあ見たい方は見てみてください。プーチンは2023年2月にベラルーシのアレクサンドル・ルカシェンコ大統領と会談した際も、絶えず足を動かしている様子が目撃されるなど、過去にも何度か同じような動画が彼の健康不安説を引き起こしてきた。プーチンが癌を患っているという報道や、パーキンソン病を患っているという報道、あるいはその両方だという報道もあるが、ロシア政府はこれまで繰り返しプーチンの健康状態は良好だと主張してきた。まあ以下続くんですけど、このあたりでやめておきましょう。貼っておきますね。誰かですね、お医者さんの見解を入れてほしかったですね。パーキンソン病の専門医みたいな、こんな症状はパーキンソン病では起こるんだよみたいなことを言っていただけるとですね、非常にこう説得力があったんですけど、パーキンソン病ってあれは何かなんですか。あれは整形外科ですかね。なんかよくわかりませんけど、前はまあまあ、パーキンソン病っていうのはですね、だんだん体がこう動かなくなっていく病気であって、今のところですね、治療法は特にないはずなんですね。なんでですね、ただ意識はですね混濁しないわけでして、ホーキング博士っていう有名な方がいましたね。宇宙のなんか理屈を言うてた人で、一冊本買って読んだんですけど、さっ
ぱり分かりませんでしたね。まあそれはいいです。その方がこうなりながらですね、こう講演している姿は覚えてますけど、まあこうなってもね、まだ何年もですね、こうまあ生命は流れるわけですよ。だから今すぐどうにかということにはならないですけどね。むしろがんの方がですね、体を蝕んでいくスピードは速いんちゃうかなと思うんですよ。がんという感じもしませんけどね。でも顔がむくんでるというのはですね、何かどこかによろしくないことがあるのかもしれません。まあ71歳なんですね。ロシア人の男性って大体60代であちら側に行かれますんでですね。まあ、平均余命よりかはちょっと長生きしてんだあんた、そろそろ行ったらどうやと。まあ、そういう年に差し掛かってるんですけど、見かけは元気ですよね。見かけは元気です。さっきも別の動画で言わせていただいたんですけど、プーチンさえね、いなくなればっていうか、ロシアのですね、指導者でなくなればですね、このウクライナの戦争は多分終わることができるんですよ。まあ他にもっとひどいやつができたら話は別ですけど、でもそいつは指導力がないわけですから、プーチンほどのカリスマはないわけですね。だからですね、プーチンがこう言ってしまえばですね、この誰も望んで以来ですね、戦争はですね、終わりに近づけることができるんじゃないかなと私は思うんですけどね。ですので早く行ってほしいんですけど、あいつが一日でも長く生き残るっていうのは、その一日分誰かがですね、死ぬ人が増えるということですから、なるべく早く行ってほしいんですけど、なかなかですね、行きませんよね。がん細胞頑張れって言いたいですけど。で、今回もですね、出てきました。覚えていらっしゃるでしょうか。ウクライナが始まった2年前ですね、盛んにプーチン不健康説出てきましたね。でもですね、どうも大丈夫と。2年前に盛んに創設ができて、2、3ヶ月後にですね、イギリスの国防省かなんかがですね、いや、そんなことないよと、プーチンは健康やと、いうふうに言ったことで一気に冷えましたけど、まあ、71のじいさんですからね、まあ、前期高齢者とはいえですね、何が起こっても不思議はないわけでございましてですね、プーチン、ロシア人の割にはあまりお酒も飲まないようでございますね。で、こう、体力の増進に努めているというようなこともですね、50代の時はですね、いろいろで、伝えられました。上半身裸で馬に乗ってみたりですね、筋肉質の体をこう見せたがるタイプでございまして。ちょっと背が低いんですね、白人にしては。多分、170ちょいちょいぐらい。つまり私よりちょい低いぐらいちゃうかなと思うんですけどですね、もうやっぱりそこはですね、気にしているようでございますね。習近平と並ぶと若干小さいですね。習近平多分180以上あると思うんですけど、それに比べると若干小さいですね。まあ、そういうところもあってですね、ムキムキマンやろうというところをですね、見せていましたけども、もう最近になってですね、あんまりそういうですね、アクティブな状態の写真は撮らせなくなっています。むしろですね、足が震えていたりとかですね、そういったことが何回か出てきました。で、今回このようにですね、足勝手にピョンと上がってしまうと、つま先上がってしまうというのを手を使ってですね、制していると。よくわかりませんけど、まあ何かが起こっているのかもしれませんね。パーキンソン病やったらね、なんて言いますかね。まあ人前には出られなくなりますけどね。こんななるわけですから。出られなくなるんで、もう指導者としては終わりかもわかりませんけどね。もうええねあいつはほんまにはっきり言って。もう世界史のですね、世界史というかもう歴史しちゃいますけど、世界のですね、厄介者ですよ、あいつは。厄災をいっぱいもたらしたという男ですから、早く消えてほしい。私が言うたところでね、1秒もですね、縮まるわけではないんですけどですね、彼が亡くなることによってウクライナは終わる、多分石油価格下がるんですよ。原油価格が。で、株価上がるんちゃうかな。ヨーロッパの株価が上がるんちゃいますかね、彼がなくなったら。だから今からですね、ドイツの株式なんか買っておくのはですね、まあ一つの客賭けかもわかりませんね。
でもいずれ死にますからね、プーチンも。はい、まあそんな感じでございます。このですね、あの動画を見たい方はですね、見てみてください。なかなかですね、興味深いですよ。ニューズウィークでございまして、米メディアのインタビュー中、プーチン大統領の足にまたもや現れた異変という記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。